くるなという感じです。さてアイスダンスはアメリカのカップルです。ステーシー・スミス、ジョン・サマーズ両選手が今リンクに入りました。この瞬間が一番嫌な時です。そうでしょうね、はい、アメリカチャンピオンです。なかなか出ませんね。出ませんね、アメリカ音楽のフィーバーが使われます。出ましたね。そうですね、はい、あまりでも動きが激しくありませんでしょ。本当ですね、この感じというのはまあ言えばアイスダンスが昔からのアイスダンスの形ですね。オーソドックスな、そうですね、はい、オーソドックスな感じのアイスダンス。今1周回ってこれから2周目同じステップで踏んでいくわけです。まるっきり同じことやるわけですね。3周します。と違って確かに社交ダンスを氷の上でやるという感じですね。そうですね、はい、ですから社交ダンスのステップを最初は氷の上でやったらしいんですけど、今はアイスダンスがものすごく発達してきてますから逆輸入という形にもなってるらしいですね。そうですね、はい、この前のオリンピックからオリンピックの正式種目に入ってます、ね、そうですね、はい、歴史は長いんですけどもね。そうですね、まあスポーツとして認められていなかったのかもしれないですけども、やはりでもこれはスポーツですね。これで終わりですね。フィナーレはスタンドからも拍手が起こりました。そうですね、本当に見事でしたね、はい、このアイスダンスの場合は先ほどのペアは2分間でショートプログラム終わってます、はい、しかしこの場合オリジナルセットパターンというんですけども、これは時間が3分少々出るようですね。そうですね、時間は自分たちである程度決められるというところですね。そういうことですね、はい、見てみましょう。女性のスミスさんの体ですね、使い方もう本当に顔まで表現してますから、本当ですね、細かいところまで完全にやってますね。目の配りとか。スミスさんが25歳、男性のサマーズ選手が22歳。あーはーはー、姉さん女房というやつですね。そうですね、このカップルは2番スミス・サマーズ組の得点、得点が出ました。 5.3。まず技術的な点です。 5.1 2番が4